はい、皆さんこんにちは、かずえちゃんです。イエーイ。はい、今日は、まあ、久しぶりにこんだけたくさんのゲストをお迎えしたんですけれども、今日は大阪、うん、まあ、関西の FTM の皆さんに今日はお越しいただきました。いただいてるあきら君とか準備いらっしゃるんですけれども、初めての方もいらっしゃるので自己紹介からしていこうと思います、はい、安西です。レインボーフェスタ和歌山の実行委員やってます。また今年9月14、15でやりますので、皆さんぜひいらしてください。よろしくお願いします。兵庫県の若田です。32歳です。よろしくお願いします。大阪に住んでます、エイトです。高知県出身で今は大阪市に住んでます、アキラです。よろしくお願いします。アピールしてます、はい、マグロヤジュンです。大阪に住んでるリュウジです。32歳です。よろしくお願いします。イエーイ。やってないよ。やってもらう。今日こんな感じで、まあ、皆さんに集まっていただいたので、なんかその、まあ、皆さんのその共通点っていうのが、いわゆるそのトランスジェンダーの FTM、うん、そこはみんな一緒じゃない、セクシャリティっていうものが、はい、うん、なので、でもその中でも結局なんか一人一人って違うと思うの。なのでなんかこれだけ今日たくさん集まっていただいたので、なんかその聞いて書いて、なんかそれをやっていこうかな、質問を僕するので、ね、それを皆さんに答えていただくみたいな感じのやつをやっていこうと思いますので、お願いします。じゃあまず皆さんが自分の性別に違和感を持った、感じたのっていうのはいつ頃でしたか。じゃあお願いします。どうぞ。ででん。5歳、4歳、小学校1年生ぐらいか、1年生、入学1年生か、小4、うん、だからちょっと、ゆうじ君だけ、あれか、もう少し年齢がいってからなんだ、うん、じゃあ、じゃあですね、5歳ぐらいの時に、どういう感じのその自分の違和感っていうのを、こう持ちました。なんか、覚えてますなんか。とにかくスカートを履くのが、もう毎日毎日普通で、母親がもうとにかくスカートを履かせたかったので、うん、それが嫌だったっていうので、それとあとなんか女の子をもうその頃から目で追ってたっていう、うん、うん、男の子よりも女の子が好きっていうのはその頃から、うん、そうか、5歳ぐらい5歳ぐらいで、うん、じゃあ、あきらくんが小学校1年生テレビを見てっていうのがあって、なんか覚えてる、そのテレビっていうのは。テレビはその頃にちょうどミスターレディとかミスダンディっていう人たちがテレビに出てるのを見て、あ、これだと思って、もう親に自分は将来ミスダンディになるんだと、男になるんだっていうことを言ってたことがあったのが小学校1年生ぐらい。うん。リュウジ君、小4っていうのは。これはね、多分小学校4年生ぐらいから僕スカート履かなくなってたの、そんな記憶が。で、そっからこんぐらいの時から女の子可愛いなって多分思うようになったんですけど、で、うん、もうそっからずっとズボンで、やっぱりその小学校4年生ぐらい、まあ、それまでずっとスカート、制服スカートやって、それがやっぱりしんどかったり普通で、そうそう、やっぱり嫌やったって、はい、嫌やって、もうそっからずっとズボンってなりましたね。そっか、だからやっぱり結構違うよね、こうやって小学校4年生みたいな、それこそ4歳とかって結構まだ幼稚園とか保育園ぐらいの時期だもんね、うん、それぐらいの時やっぱり感じてた。そうです、そうです。僕は保育所行ってたんですけど、幼稚園行くってなって、で、幼稚園がスカート履かなかったんですよ。でも絶対嫌やつって保育園のまま育ちました。あ、はい、そのスカート制服が嫌やから。今皆さん FTM ということで、実際生まれた時は戸籍が女性じゃない、うんうん、じゃあ戸籍を現在変えている人、うん、戸籍を変えて、まあ、男性の戸籍、うん、なので戸籍を変えてるか変えていないか、うん、そこをぜひ教えてください、うん、はい、じゃあお願いします。はい、はい、でんでん、変えている、うん、変えてる、変えてる、変えていない、変えている、変えていない、オペもしていない、はい、うん、これさ、実際その戸籍を変えるっていうのって、まあ、そのさっきもちょっと話してたんだけど、実際そのまずは診断なの、そのどういうとこなのそれって。
ガイドラインでは一番最初に診断をもらう、性同一性障害の診断をもらってから進んでいくっていうのが、まあ、通常多いかなと。そうかそうか、うん、実際あのこの変えている変えていない、じゃあいわゆるその変えていない、なんかそこに何かそのじゃあ実際体への負担であったりとか、うん、何かそういうものがあって変えていないのか、でもその中でも別になんていうの、人によってなんか違う気がするの、うんうん、そのどこまでを自分で望むかなのかなって思ってて、うん、実際じゃあ前回動画出ていただいた人で FTM の方だと、その人はあの男性器をつけたわけ、うん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 、それはでもその子にとってのもそこの何ていうの、目指すところというか、そこが男性、自分が求めるものやったからその人はそこを言ったと思うの、うん、でもその時に聞いた時に、実際にそこまでしてる人ってそんなにいないですよ、和枝ちゃんって言われたわけ、うん、だからこれってなんか FTM だからここまでみんなが行くとか、うん、実際変えてる人変えていない人っていうのが実際いるわけじゃない、うん、なのでそれってなんか人それぞれないなっていうのがあって、その中でもなんか変えていないっていうのはなんかあったりする、そこの部分っていうのは特に子宮卵巣があることによって違和感はないので、だから性別変更するために必要なら変える必要があるけど、でも今のところそこまで焦ってないので、それで変えてない。そうかそうか、はい、それありますなんか、まあとりあえず商売してるんで、まずお金っていうものが結構ね手術かかるんで、商売してたらやっぱりそっちにお金を突っ込んでしまうので、でなかなかお金がなくてオペもできてないので、まあ、変更もできない。そうかそうか、現状今日本で変更する時のっていうのは胸オペと子宮卵巣の手術っていうのが絶対条件なんですよね、うん、じゃあ次いきます、はい、自分がカミングアウトを誰かにこうしようと思った時に相手がどういう反応やったら、これも人それぞれなんかなと思うんやけど、なんかこう僕たちのなんかそのカミングアウトっていうと、じゃあ今日この人に言おうって言って言う側は自分のタイミングでこう言うことってできるじゃない、僕もそうやったの、24歳の時に今日家族に言おうって自分のタイミングで伝えたわけ、でもこう受ける側っていうのはいきなりボンってくるわけやから戸惑うことも全体的にあるやろうし、だからそこの部分のなんかことも考える必要っていうのはあると思うの、こっちが分かってくれ分かってくれっていうのは大切やけど、でも何かこう受けた側された側っていうのがどういうふうなこう反応というか、もし自分たちが皆さんが今までした中でこれ良かったなっていうのがもしあれば、まあ、実際それが参考になるならないではなくて、実際その皆さんが体験した中でこういうふうな反応嬉しかったなとか、もし何かあれば言いますか、なんか、うん、これは、まあ、俺お母さんですね、お母さんに、あ、いいか、言うた時ですね、あんたが幸せやったらそれでいいじゃんみたいな、なんかね、まあ前々からなんかそういう子なんちゃうかって多分思ってたらしくて、でもなんかちょっと感情ギクシャクしとって、で、あれ喋ろうかってなった時に僕がこうやってカミングアウトしたら、まあ全然、まあ、だからそれで幸せに生きていけるんやったらそれでいいんちゃうみたいな、応援するねみたいな感じで、友達がやっぱ一番最初にカミングアウトしてて、でカミングアウトって初めてその友達にして、もう絶対なんか拒否されると思ってたから、でそれをなんかドキドキで言ったけど、なんか言ったら言ったで、あんたはあんたやんみたいな、え、それがどうしたのみたいな、まあまあ早う言ってやみたいな感じで、なんか全然不意打ちな答えが来たから、なんかそこでなんか、あ、そうなんや、そんな感じなんみんなみたいな、でも同じような感じかな、あのバスケットしてて、まあ、コートネームっていうのがあって、みんなにおーって呼ばれて、おーちゃんとか言われてたから、まあ別にその友達とかバスケのチームメイトに最初にカミングアウトをして、その男になってもおーちゃんおーちゃんでしょって言われたのがすごくまあ嬉しかったというか、そんなに本当に驚かれることも少なかったし、元からボーイッシュで男みたいな感じで生きてたから、別にそのままやん変わらんやんみたいな感じの反応やったから、それはすごく嬉しかったかな、なんかあの今実際にあんまりこうカミングアウトして生活してないんで、もし今カミングアウトしたとしたら、なんかやっぱ隠してたもんね、ちょっと驚いてほしいというか、うん、いい意味で、分かる、そうなんやみたいな、全然見えへんみたいな反応されたらすごい嬉しい、あ、そうかそうか、でその後多分分からへんこともいっぱいあると思うから、なんかいろいろ質問を
あのしてきてほしいっていうのがあります。僕もみんなと一緒で何も変わらないと、でまあ、もっと早く言ってくれたらよかったのにっていうのが結構多かったですね。うん、友達とかに友達ですね、したことがないんですよね。うん、まあ、年代的にかなり上なので、自分たちの年代の時はもう、まあ、男の子みたいなもう短髪でもうボーイッシュで学校行ってて、で、まあ、あいつ女の子好きやでっていう噂がバッと広がって、で、まあ、何人か聞きに行きますよね。好きなんやろ、はいはい、あ、そうそう、もう隠すこともないし、それで、まあ、まあ、それもまた広まって、うん、まあ、今の時代考えられないよ。そうか、アウティングが普通やった、普通やった、うん、まあ自分の周りだけやったかもしれないですけど、お母ちゃんとしてたかもしれないですけど、でまあ最近こう、中学校の時の友達と話してた時に、どう思ってたんって聞いたら、いやお前はお前やし、いや別に男女関係なく安西は安西やろ、もうだから安西っていうキャラクターが出来上がってたらしくて、だからもうそれでもういいやみたいな、変に思ったことはないって言ってくれたのが、まあ最近嬉しかった。で、母親にもカミングアウトできてなかったけど、めんどくさいから講演会に呼んでみたとか、いろいろやってみたりしましたね。なんかこの今日動画をこれ撮りたいなって思ったのも、やっぱりなんかこのあんたはあんたやでとか、なんかおーちゃんおーちゃんやでとか、そのあんざんあんざんのままでしょみたいな感じで、なんか F、みんなその F チームっていう中のじゃくくりかもしれないけれども、結局はなんかその人じゃない、それこそ自分の違和感を持ったのが年齢がバラバラだったりとか、セクシャリティとかなんていうものは結局その人のパーソナリティの一部であって、みんなが一緒じゃないよとか、結局感じ方もバラバラなように、なんかそれをこう見てる人に伝えたかったなっていうのがあって、知るだけでも変わるのかなっていうのはすごく、あるので、はい、まあ、こんな感じで今日は、関西の FTM の皆さんを迎えして動画を撮りました。今日は皆さんどうもありがとうございました。はい、という感じで今日の動画はこれでおしまいです。それでは皆さんまた見ましょう。バイバイ。おきにおきに。ほなまま。Did you pack the flashlight, the blanket, and the mat? It's a real adventure, the trail you're looking at. I'm glad you came for a while, I thought you might be bailing. Is that the same yellow shirt you used to wear?